せーの、みなさんこんにちは。なんだこいつ TV が始まりました。びっくりした。さて本日のゲストはホッティです。で今日はホッティと一緒に何をしますかと言いますと、こちらのピザを爆食いしていきたいと思います。それではレッツゴー。ガチャ。何かな何かな、どれがどれかな。こないだのさ、向こうのやつさ、バリカットした。見てシェーゼめっちゃうまそう。絶対やばい。ありがとう。結構ベチョベチョなるタイプの、うん、しっかり除菌していくっていう、ね、うん、スタイルでいきましょう。はい、乾杯。乾杯。マルゲリータからいただきます。私もマルゲリータ食べたい。ほんまに？やだ、美味しそう。うまだ。いただきます。鼻息でバジル飛んだ。笑った。うまっ。食べたかったやつや。うん、食べかった。もう喋らん。今日ダメやな。なんかさ、カエルピザってこんな美味しかったっけ？めっちゃあったかくない？あったかい。すぐ持ってきてくれたんかな。うん。なんかしら。でも、今いけるんか。このサイズ。誰が食べて帰る？はい。ピザとか。ね、みんなわかる？あ、うまっ、うまっ、うまっ。すごい、すごいんだけど。まだ噛んでないよね。今口に入れただけだよね。うん、うまっ。見ていいですか？うまいな。うんうん、求めてたピザちゃう。これ求めてた、うん、大きいのか正解や。これめっちゃうまい。うん、うん、しかいわ。うんで買いますね。ちょっと苦いのなんやろこれ。なんか独特な色よね、うん、イタリアンソーセージ、ペパロニ、うん、シュルーム、うん、ピーマン、オニオン、トマトソース。ペパロニって何？これイタリアンソーセージはこれ。絶対そう言ったよな今。これは何？これそれ何？かペパロニ。それがペパロニかな。あ、なんかロリータみたいな葉っぱ。ロリータ。じゃあおらん？ロリータみたいな葉っぱ。行ってた行ってた。美味しかったな、うん、衛生面にめっちゃ気使われてるサラダみたいな。そうだ、全部袋に入ってる、ね、優しい。マジすごいね。ね、あいたね。いただきます。うーん、いいな。サラダ正解やったわ。ポテトにしてたら死んでた。え、同じこと言ってしまう。食べていく。食べていく。そうなると思ったよ。幸せだね。幸せがはみ出てるね。幸せがはみ出てた。はみ出てた、うん、めっちゃさ、エビマヨマヨエビマヨって流行らなかった。うん、聞いたことある。聞いたことある、うん、のレベルが。そう、多分流行ったとは思うけど、自分の中では流行ってない。あ、そういうことか、うん、え、わからん。ジェネレーションギャップかもしれない、もしかして。うん、すごい流行ったね、私の中で。エビマヨのちっちゃい子たちがしてるしましまの赤い浮き輪、それがどうしても欲しくて買ってもらった。なんでって感じ。なんで？で、弟と二人でエビマヨってやってた。ちっちゃい時。あれだかな。う
うん、それより長い子とか、うんうんうん、葉っぱエビセンとかの方が強固に合う。じゃがりこのじゃがりこ、じゃがりこ、あれさ、こう最初ゆっくり食べてるけどさ、じゃがりこ、じゃがりこ、あれさ、一生できんくてめっちゃやってた、じゃがりこ買ってもらうたんびにやってた、うん、なんかちゃんと言いながら食べてたもん。リチギきなこと言ったり、うん、やっぱりだってしかもさっき納豆巻き食べてたからな、うん、これ何でかないケチャップ、うん、なんでいいの。え、バーベキューソース、あ、なるほど、こっと思ってる、バーベキューソースって書いてた、ほんまや、書いてたの自分で見てたけどケチャップだと思ってた。あるあるじゃない、なんかさ、11月生まれやん、うん、あるあるじゃない、サソリ座あるあるじゃない、一回思い込んだらもう、わかる、そうかもしれん、うん、ママ来てる。最近やばい生活してる。朝寝てる。この前も朝寝たもんな。うん、朝寝て、おとついかな。夜7時に起きた。え、7時なんだけどって思って。その後に夜ヨギボーに座ったら YouTube 見ながらまた寝ちゃって、その5時間ぐらいまた寝ちゃって。バリ寝るよ。ドア閉まりそう。閉まってね。あ、開いた。あ、怖い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 。あ、怖い怖い。います？ここが今日なんか、そういえば。仲良くしてる？なんかさ、やりもみなみさんもさ、強いからさ、うん、お化け跳ねのけすぎて、うん、2階の人が金縛りにあって言ったことないな。よりはさ、多分知らんうちに跳ねのけててさ、みなみさんはさ、なんか聞こえるやった音が、うん、だからうるさいって強っ。だから2階のカオリンの部屋に行って金縛りにやったらしい。この間かわいそう、無敵やね、かわいそうや。最近金縛りではないんだけど、うん、すんごいリアルな夢見るの。なんか夢見てて、私は寝てるんだよ、夢見てるんだけど寝てる夢なので、誰かがタタタタタタって入ってくる夢。怖っ。え、てかそれあれじゃん、言うてあげるやつみたいな。誰が、私が、うん、で、ほんまに怒ってんじゃんそれが。え、やめてよやめてよだからそれを見てるわけやろ、上から見てる夢も見るんだって私。え、それ絶対幽体離脱じゃん。幽体離脱してほんまに起きてることを夢やと思ってるじゃん。え、怖っ。上から見る夢もたまに見るけど、うん、最近は、うん、自分が寝てて意識がある、あって、玄関の方から歩いてくる音がして、あ、誰かいる、誰かいるって思うじゃん、誰かいるって思って、わっって言おうと思うんだけど声も出ないし動けないしみたいな、金縛りなのか何なのかよくわからない夢をめちゃめちゃ見る。怖っ。めっちゃ怖くない？めっちゃ怖いんだって本当に。絶対人がいる、絶対人がいる、やだ絶対人がいるって思いながら声も出せなくって、うん、寝返りも打てなくなる。うわ、なんかあれってなんか同じ場合みたいな、やばくない、やばいなっていう夢はよく見ます。怖いなぁ、それもう夢とか全然見らんじゃん最近。マジ熟睡熟睡こう寝たら怖すぎでもこの辺なんか見たら忘れたもん。夢って忘れるやん、うん、忘れる。でも一回さ、なんか猛烈に覚えてる夢があって、うん、夢の中で多分戦ってて自分が、うん、向こうの人は、うん、剣みたいなこうやって持ってるけど、ヒョリが持ってるのはでかいアスパラガスみたいな、アスパラガスでバーッてバーッて戦ってる夢は今でも覚えてる。ほんまに起きて、あれ？アスパラガス？要すんって起きれたら自分って思う。素晴らしい。あれ？うまいよこれ。うまい？肉。うん。山崎食べたい。うん、めっちゃ。違う。名古屋だけの味とか。名古屋の手羽先はめっちゃカリカリに揚がってて、素揚げしてて、うん、そこにめちゃくちゃ胡椒がかかってる。へえ。タレと胡椒がかかってて、うん、タレがねめっちゃ美味しいな。あ、そうなんや。もうそれ専用のタレみたいな。そう。うん。甘辛のタレの上にめっちゃ胡椒かかってるから、うん、ピリ辛で、あ、すごい美味しい。へー、なあ、よく食べたよ。はい、では本日も見てくださって
ザ食べたいなとか他の爆食いも見たいなって思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。あとインスタもやってるので調べてもろたら嬉しいなと思います。ナイコメントとかもください。バイクの動画です。すいません。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。待ってありがとうね。どういう何それ。